交通死亡事故は189人で全国ワーストでした。全体の約4割が歩行者が交通事故の被害に遭われております。ドライバーの皆さんには横断歩道では歩行者優先、歩行者の皆さんには道路を横断する際は近くに横断歩道があれば必ず横断歩道を利用するようよろしくお願いをいたします。